戸島を西からバックパス、おートラップ失敗、意外な形から得点が生まれました。ホーム町田ゼルビア先制。相馬監督ガッツポーズでした。ちょうどゴールが入ったその裏側に町田のサポーターが陣取っていますが、キーパー高岡ちょっと痛恨のトラップ失敗。75分、町田が先手を取りました。オンゴールでいいんですね、これね。まあ、豊島が追ったというのもあるけども、はい、ただまだ余裕が